アブシンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群は、エジプト南部のナイル川流域にある、古代エジプト文明の遺跡。1960年代、エジプトでナイル川流域にアスワンハイダムの建設計画が持ち上がったが、このダムが完成すると、ヌビア遺跡が水没する危機が懸念された。これを受けて、ユネスコがヌビア水没遺跡救済キャンペーンを開始。 世界の60カ国の援助により、技術支援、考古学調査支援などが行われた。これが、きっかけとなり、開発から歴史的価値のある遺跡、建築物、自然等を国際的な組織運営で守ろうという、機運が生まれ、1972年11月16日、ユネスコのパリ本部で開催された第17回、ユネスコ総会で世界の文化遺産及び、 自然遺産の保護に関する条約が満場一致で成立。1975年、20カ国が条約を締結し、正式に発行した。ヌビア遺跡群も1979年、文化遺産として登録された。集団墓所には59体の大人と子供の遺骨が見つかっており、遺骨の一部には強く叩かれた跡や、骨の中に突き刺さった矢尻の跡があるものがある。 この遺跡は紀元前12000年から紀元前4500年前にかけてのものと推定されている。このような発見から有志以前の生活が自然との戦いだけではなく他の人間との戦いでもあったことが伺われる。1964年から1968年の間に正確に分割されて約60メートル情報の丘に移築された。 1972年から1980年の間にフィラエ島からアギルキア島に移築された。アスアンの南約50キロのナイル川西岸に建てられていたが1970年に現在の位置に移築された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。